信州大学カーリング部です。僕たちはこの大会のために日々練習を積んできました。第1回大会は準優勝という惜しい結果で終わってしまったので、今大会は優勝を目指して頑張っていこうと思います。皆様応援よろしくお願いします。気をつけ、お願いします。お願いします。お願いします。秋田大学2年生チームのキャッツです。リードの壁と若菜です。久々のリード頑張ります。セカンド小林優也です。スイープでみんなを助けられるように頑張ります。サードバイスの岩木愛です。初めての軽井沢のシートで良い結果を残せるよう頑張ります。コーススキップの大倉凛久です。最年長としてチームのお世話頑張ります。チームの目標として目指せ全戦全勝。さよなら高校生&大学生の山地理子です。大学卒業のため今回が最後の大学オープン参加となります。楽しみます。頑張ります。ちょっとこういう生活感あふれる部屋から失礼いたします。さよなら高校生&大学生のチームメイトの西岡翔一と申します。今回山地さんとチームを組んで、大会に出られる最初で最後の機会ということで楽しみにしております。チームみんなで楽しむことを忘れずに大会過ごしていけたらなと思っております。前回のオープン大会の思い出としましては、レセプションの二次会で、他大学とかその場にいた人たちの前でめめしくてをシラフで熱唱したことですね。その場にいた人たちみんなで盛り上げてくれてとても嬉しかったです。今回もそんな感じで、みんなで楽しんで、交流深めていけたらなと思うのでよろしくお願いいたします。さよなら高校生&大学生の山田龍也です。山地先輩と一緒にできる最後の大会なので精一杯頑張ります。前回のオープン大会では京都大学の白井さんとユニフォームを交換して試合できたことが思い出です。今回も誰かと交換できたらなと思います。頑張ります。さよなら高校生&大学生下博道、初めてのオープン大会最後まで楽しんで頑張ります。長年チームのタケでーす。こんにちは。今回ですね、あの塩くんは軽井沢アイスパーク開催ということで、今我々はアイスパークに来ております。イエーイ。いやー、なぎさん、今のところ本州オープン1回出てますけど、今のところ思い出は何かありますか？七七です。苦い思い出ですね。苦い思い出ですね。滝井さん、大学オープン、大学生最後ですけど、今回の意気込みどうぞ。爪痕を残します。では、まいさん、星オープンでの思い出をお願いします。滝井さん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では、あきちゃんに最後締めてもらいましょう。はい、初めてこのメンバーでの大会になるので、少しでも、みんなでいい思い出を作っていいプレーができるように一生でも成功。
皆さんこんにちは。 SPCC です。園部ひな子です。富澤にしきです。渡辺春樹です。大川原康明です。私たちは立教大学のインカレサークル SPCC のメンバーで組まれたチームです。所属大学が全員異なっていて、経験者2人、カーリングを始めて1年未満の初心者2人で構成されています。セントポールの愉快なカーリング仲間たちです。優勝を目指して楽しく明るく頑張りたいと思います。前回の本州大学オープンでは、普段交流をしていない他のチームのメンバーとの関わりを持てて仲良くなることができたのが一番思い出に残っています。今大会でも他チームの皆さんとたくさん仲良くなれたら嬉しいです。よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。チーム生ハゲでーす。秋田大学3年の岡本太陽です。4年の藤本翔です。4年の結城幸太郎です。4年の桜萌です。1年の内田陽太です。このシオープンの思い出は、同世代の延べ100人以上のカーラーたちとカーリングはじめ食事や飲み会などでとても仲良くなり、友達がたくさん増えた思い出です。はい、全勝優勝を目指して頑張ります。頑張るぞ。おーおーおー、京都大学2年生チームのチームラリルレロです。リードの井上薬務です。最近の悩みは寝てる間によく発狂してしまうことです。セカンドスキップの山中康樹です。最近の悩みは薬務の発狂にこうして自分も叫んでしまうことです。サードの薄木相馬です。星を書くときは左上から書くタイプです。好きな戦法は振り飛車です。左サイドバックの井上大志です。座右の銘は雲の上はいつも晴れです。カーリング歴の短いチームですが、チームで力を合わせて精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。秋田大学4年、成田光成です。秋田大学修士2年、高橋幸です。青森中学院大学4年、鈴木みのりです。
弘前大学4年斉藤春人です。4人合わせてローキンランバックです。全エンドブランク目指して頑張ります。あなたの心にランバック。こんにちは、おいしいサムゲタンです。自己紹介をします。畑山琴美です。前回大会では広島青森の方にスイープやリリースについて教えていただき大変勉強になりました。宇佐美時です。海鮮とリンゴジュースが美味しかったのが思い出です。白井春人です。前回大会では他大学の人とたくさん交流できたので今回大会でも友達をたくさん作りたいです。永井かなとです。紅白戦で皆さんと交流でき楽しかったです。塩谷亮です。前回は二次会のカラオケで吐いてしまってすみませんでした。優勝を目指して頑張ります。こんにちは、リードスキップの新井和樹です。リードスキップは東京の大学に通う大学生を中心に構成されたチームになっています。チームの都合上、動画は一人で撮っているんですけれども本当は他に3人います。今大会では前回優勝したスキップを連れての出場になるので、2連覇を目指して頑張りたいなと思っています。また、立教大学さんも、東京で活動する大学の一つですので立教大学さんより上の成績でフィニッシュしたいなと思っています。では最後に配信をご覧になる皆さんに覚えてほしいものがあります。それがこちらです。僕はこれを試合の時切り札として使っています。これを見たことがある人もない人もいるかと思うんですけれどもこれを僕が試合中にどのようにして使っていくのか楽しみにご覧になってもらえたらなと思います。ではリードスキップの応援よろしくお願いいたします。チーム5区の民です、チームの自己紹介は、片山大学と金沢大学のメンバーが集まったことっていうことで元気に明るくプレーしていきたいというふうに思います。はい、チームの意気込みは、今回は3勝はしたいと思ってます。本州大会の一番の思い出は、エキシビションマッチですごい楽しかったなっていうところです。じゃあ今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ頑張るぞ。
これでな、ちょちょもうちょっともうちょっと池田先輩が。あ、いやまあこれでいいか、はいはい、これでいい。別にいいよ。いいか、大丈夫よ。よし。よし。いきます。はい。せーの。こんにちは。こんにちは。私たちはチーム下克上です。長野大学の1から4年生のメンバーが集まったチームです。歴も4ヶ月から15年と幅広い個性豊かなメンバーが集まっています。本州大学オープンは初めて勝った大会でとてもいい思い出のある大会ですが、チーム名の由来ともなった7点スチールをされた大会でもあるので、今大会では下克上を果たせるように頑張っていきたいと思います。見事下克上を果たせるような熱い試合を届けできるように精一杯頑張ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。わー